ハッピーパーティートレーンはアクアの楽曲。同グループのサードシングルとして2017年4月5日にランティスから発売された。ダンスシーンで登場した文後森機関庫。前作ジングルベルが止まらないから約5ヶ月ぶりのリリースとなる。BD 同梱版と DVD 同梱版の2種類が発売される。CD には兄弟曲のハッピーパーティートレーンと カップリング曲2曲及びボイスドラマが BDDVD にはハッピーパーティートレーンのアニメーション PV が収録される。兄弟曲ハッピーパーティートレーンのセンターは松浦カナンが担当。アニメーション PV では伊豆箱根鉄道寸ン線の車両に乗るカナンを中心としたストーリーが展開されている。またダンスシーンのモデルとなった場所は 大分県クス郡クス町にある旧文後森機関庫だとされている。ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、LINE ライブで3月3日に放送された、アクアニコ生加害活動アクアだよ。1、2、のサンシャイン。にて、アニメーション PV、楽曲の一部分が解禁された。初回生産分には、ハッピーパーティートレインカードがランダムで1枚封入される。キャッチコピーは、 新しいみんなで叶える物語。4月4日付のオリコンデイリーランキングでは2.4万枚を売り上げて2位にランクイン。アクアの作品としては初日売り上げの最高枚数を記録した。4月17日付のオリコン週間ランキングでは5.5万枚を売り上げ2位にランクイン。ファーストシングル、君の心は輝いてるかいの4.8万枚を上回り。 当時の自身最高初動枚数記録を更新した。また、アニメ週間チャートにおいては8作連続となる1位を獲得した。ビルボードにおいてもホットアニメーションにおいて3作連続で1位を獲得した。本作品の発売を記念して4月8日から、伊豆箱根鉄道では2本目となる、ラブライブ、サンシャイン、ラッピング電車がスンズ線で運行されている。ラッピングには、 寸津線大場工場所属3000系、3506編成が使用され、1日に2から11往復する。また、伊豆箱根鉄道の親会社である、西武鉄道も、2017年9月29日、30日の2日間に、西武ドームで開催されたコンサートに合わせ、9月16日から10月15日までの期間、小手差し車両基地所属1万系ニューレッドアロー。 第9編成に本作品をテーマとしたラッピングを施し、西武池袋線、秩父線系統の特急、秩父、武蔵にて運行された。2019年1月4日の劇場版公開に合わせ、2018年12月13日より、スンズ線三島駅の発車予告音を同局に変更している。ただし、三島駅は JR 東海の施設と隣り合っていることと、 東海道新幹線を利用する通勤客への配慮から通勤通学時間帯を避けて午前10時から午後3時までの間に発車する列車で使用される。ありがとうございます。